ちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。トキチョビットを始めていきたいと思います。こちらですね、アジア、こちらチャレンジトロフィーの第2戦ですね、上海クラブ。前回ミルガーザセム戦は2対1で勝利いたしましたので、この勢いを引き継ぎたいということで、調子悪い選手いないですね。なかなか能力上がりませんが、行ってみましょう。ここ勝てば2勝になって引き分けでもいいということになるですね。しっかり取る形で、スペースを取る感じで、きっちりボールを確保しに行きましょう。2人いる場合マーク戦法で通用しないよね、強力なストライカーがいる場合は。これはダメだ。ゆっくりパスをつないでいった方がいい。危ない。今度はコーナーキック、消極的に。ナスキナイス。ボールをしっかりキープすることを基本にいきましょう。すごいね。相手ボールか。ヤドビ。どうも。うわ、スーパープレイ。これは危ない。さっき、今も危なかった。あとピンチ。1対1。わー、突破力もすごい。この選手いたっけ、トレードで入ってきたんですよね。相手は堅実なサッカーをします。出てないですね。
しましょう。にをもどかと変えます。ナイス。リズムを入れていきたい。早めに対処です。例えば後半早々が勝負のところかもしれません。決め手ではちょっと厳しいかな。失敗したらちょっと厳しいと思っといた方がいいです。決め手しても自力では厳しいから。またか。わあ、うまい。最後のブロック、空いたスペース、まなみ、どこ、誰だ、みどり、あー残念。シュートのコース遮られたかな。今ですね、シャンハイクラブ。それだけ必死になってます。さあラストチャンスだ。決めろ。ダメだ。試合終了です。そしてこれですね、もうルノナップ、これに抜け出してシュートを決めていきます。許してしまいます。もうちょっとあったんですけどね。モエがこのスーパープレイ、待っていたクルミ、必死の構成です。相手の必死の構成、今上がっていきますが、残念でした。シュートを数も全然違いますからね。陣形はまだ上海クラブの方が上ということです。まあ、引き分けなんでわずかにチャンスを残してますね。これでってクランカリワーズトップですが、あ、引き分けでを、まあ、
今年は混戦ですね。そう、上海クラブが勝てなかったことの方が痛いか。一応まだ首位ですね。まあ、楽なリーグに入ったかもしれない。まあ、スジョンがこれに勝てば文句なしです。強いですね。投資がすごい。投資 S ばっかりじゃないですか。 S じゃないとなんか参戦許せないのか。筋力もすごい。他走力とかが C なんですよね。このゲームすごく走力大事です。なんでしょうね、テクニカルか。テクニカルはない。フィジカル、ジャンプ力もない。高さもこのゲーム大事です。引き分けでは5ですね。5なので、ミルザガゼミが上海クラブに勝ってしまうと敗退です。次は勝ちましょう。チームですね。キャンデオーはまだ健在。こんな感じで、まあ、強い選手と弱い選手が極端で、あと疲れも結構溜まっているという状況ですね。今季は2位となっております。東大阪に敗れた以外は負けてない。5勝1敗に引き分けているところですね。概要欄にカルチョビットアーのプレイリストございます。よろしければアクセスいただいて、ブックマークをできるようになってますのでね、ぜひお願いします。概要欄にはブログ、ツイッターのアドレスもございます。よろしければ、ツイッターはフォローお願いします。ということで、サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアーをお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございます。